君が代が流れてたんですよ。オリンピック選手ってこんな感じなのかなって思った。あ、食ってかかるような選手いない。言えないだろ。いるいるいる、と言います。いる、あ、田口、うん、あいつは、うん、みたいな感じなんですよ、うん。ミスターパーフェクトマキララ斉藤雅樹さんです。はい、よろしくお願いします。では次のテーマいきましょうか、うん、どれにします。いや、このコーチと日本代表監督みたいなコーチ業みたいなのをちょっと聞いてみたいなと思って。あー、まあ、コーチが、はい、15年、はい、トータルで、はい、そしてアンダー23日本代表の監督も含めて、はい、まあ、若手たちをこう束ねて優勝したんだよね。そうですよ。プエルトリコでしたっけ、どこでしたっけ。オーストラリアじゃないです。あの、行ったの、行ったのはメキシコですね。メキシコ、メキシコで優勝したっていう、うんうん、そうそうそう、うん、その辺どうですか、どんな。いや、あの、その時も、まあ、二軍監督をやってたので、まあ、僕がこう、まあ、選ばれた形になったと思うので、うんうん、2016年だと思うんですけど、うん、プロ野球の選手と社会人の選手も一緒にこう、うん、合同チームを作れるってことになって、僕全然そんな知らないじゃないですか。うん、で、まあ、ある程度その人選はもう NPB の方で、まあ、候補、要するに各球団から候補を出してもらって、で、僕だって知ってるって言ったら若い選手だから、もうイースタンリーグの選手しかほとんど知らないので、で、ウエスタンリーグの方に、は、あの、ウエスタンの方からコーチが来てくれて、オリックスにいた三輪と、中日その時やってたのかながいてね、うん、それで、で香取さんが一応 NPB 側でいたの で、うん、はい、でそこでも人選もある程度こうしてくれてて、で、社会人の方からも一人コーチ、あの、安藤さん、うん、今ジャイアンツにいる安藤さんがコーチとして入ってくれて、でもまあ最初はもうほらもう全然そんなもう実力もそんなわかんないし、うん、で相手の対戦相手のあれもわかんないの でとりあえずこうメンバーを考えた時にたまたまねその足の速い選手が結構揃ったんですよ、うん、でまああんまりこうバカバカ大きいの打つっていうよりもこうみんなちょこちょこ打つようなまあちょっとスモールベースボール風の選手が集まってきたので、うんうんうん、でもじゃあこれで行こうって感じで、うん、もう要するにもう出たら走れ走れって言ってでもう、うん、まあバントとかもやりながらで言ったらまあピッチャーはそれまあまあ良かったので、うん、でこう誰がいたの大体今も残ってるのもいる、そのじゃもうね安楽そうですね安楽とか正子とかじゃないの正子で、ね、西武の本田ピッチャー本田圭佑、うんうん、はい、これは非常に良かったですね。野手だとまあ、広岡がそうですね。広岡とか、やっぱり正子だとか。上田海。上田海、うん。阪神の。阪神。はい。で、吉持って今、楽天の育成になっちゃってるんですけど、で、三好って言って、その時は楽天だったんですけど、今、広島かなに行ってる選手。まあ、で、三好にキャプテンをやってもらって、はいはい、まあでも、まあ、そんなにこう、すごくおとなしい感じの子なんですけど、うん、でもまあこうみんなをまとめてくれるっていう、まあでもほらみんなもう23歳以下だから、うん、そんなにこう上の人も相手はもうそどういうチーム、メジャーリーガーじゃないよね。いや、あのアメリカは出てきてなかったです。出てきてないんだ、うん、そうです。なんかその時なんかあったんですね。それでこう相手もまあでも韓国はいましたし台湾とかもいたと思いましたけどね。結局、最後、こう、もつれて、勝ったとか、もう圧倒的に勝ったとか。いや、ね、まあ、決勝リーグみたいなところに行って、で、どこだっけな、韓国だったかな、戦火なんかは、結構、際どい、なんか、なんていうんですかね、タイブレークみたいな試合もありましたね。うん、メキシコだったらもう食事だとかもう住環境というかホテルも含めて結構厳しかったんじゃない。いや、基本的にはホテルから出るなって言われてました、はい、うん、危ないし。そうですそうです。それでまあでも、まあ、ちょこっとホテルの前ぐらいに買い物できるところがあったのでみんな選手はそこぐらいは
行ってたと思いますけど、うん、まあ、僕たちはもうほとんど出てなかった。じゃあ斎藤得意のカラオケも封印して。いやいや、もう全然そんな。まあでも封印して、みんなで、チームみんなでどっかにこうご飯食べに行ったりはしたことはありましたけど。うん、でもだんだん強くなっていったって感じですか。そうですね、そうですね。うん、でそういうのやってみて、やっぱり優勝の喜びみたいなのも出たから。いや、あのね、優勝して、日の丸が上がって、うん、ね、はい、君が代が流れたんですよ。あの時、あ、オリンピック選手ってこんな感じなのかなって思った。あ、僕たちの中ではそんな、ほら。チームの優勝じゃなくて。う、うん、あ、だって、ほら、そんなことないじゃないですか、うん、僕たちが、普段や、プロ野球とかね。だけど、なんか、金メダルもらって、君が代が流れたら、あ、これオリンピックで金メダル取ったらこんな感じなのかななんて思いながら。その金メダルは今、家にちゃんとあって、飾って。ありますよ。それもまた人仕様だよね。なんか選手でやったのとまた、監督が違うでしょ。全然違いますよ。嬉しいですよ。嬉しい。嬉しい。ということはなんか、その、今の話聞いたり、今の語り方見てると、まあ、コーチもいろいろやってたんですけど、監督業みたいなのに、こう、やってみたいっていうのは、やっぱりどうなんですか？二軍監督やったんですけど、1年半だったんですけど、うん、僕は、めちゃくちゃ楽しかったです。お。いや、だからその一軍監督はまた別ですよ、これは。うん。二軍監督だったから、楽しかったんだなって思ってて、っていうのは、もうまず勝ち負け関係ないじゃないですか。それが一番なんですよ。これは語弊があるかもしれないから、ちゃんと説明しないといけない。関係ないっていう。イースタンリーグですから、まあ。育成もあるから。そういう、そういうことです。まあ、絶対勝って優勝を狙うわけじゃないじゃないですか。うん、まあ、もちろん勝つに越したことはないですけど、はい、で、まず、勝っても負けてもいい。で、しかも若い選手の成長を、こう、ずっと見れる。こいつがこんな、いいとこがあるんだみたいな、こんなプレーもできるんだとかって、そういうもう楽しみだけですよね。うん、で僕がその開幕、その最初のイースタンリーグの開幕戦1年目の監督の時に選手の前でミーティングするじゃないですか。うん、その時僕初めて言ったのが、僕も選手で19年、その時点でまあコーチとかも含めてまあ25年ぐらいやってたと思うんですよね。うん、で、やってるんだけど、この開幕戦を迎えるにあたって、こんなにウキウキした気持ちになったのは今回が初めてですって言って。うんうんうん、要するに、今までやっぱり選手の時は、あ、うまくいくかなとかってまず不安いっぱいですか。うんうん、で、ピッチングコーチの時も、やっぱりうまくいくかなっていうのがやっぱ強いんですよ。うん、だけど、二軍監督の時は、全くそんなプレッシャーも何もなくて、だから本当こんなに楽しく開幕を迎えられるのは今回が初めてですっていう、こう選手って言った記憶があって、このウキウキ感をなんとか持続させるようにみんな頑張ってくれみたいな、うん、そういうことなんですよね。みんなもまあ多分そんな、まあ選手たちはね、ウキウキっていうわけにはいかないです、いかないです、いかないですよね。斎藤監督一軍なんていうのはどうなんですか、オファー来たら。今、うん、今は、いや、まあでも今の話総合してるとめっちゃ楽しいってことだもんね。うん、そうですね。うん、いやだから2軍だからですよ。1軍はこれはもとまた、だってまず勝ち負けが一番大事なところですから。うん、この YouTube は結構ね、少しずつ増えてきてるんですよ、見てる人。あ、はいはい。なんかムーブメント起こすかもしれないですよ、ここで宣言しとけば。何にも起きません、そんなこと。何にも起きませんよ。まあ、おこがましいですよ、僕もそんな、そこで起こせるようなんとは言えないんで。だけど、ちょっとね、斎藤がどうしてもやりたいんだよ、自分で、とか。全然。監督やりたいんだ。いや、やりたい。他のチームでもいいんだ。やりたくないです。え？やりたくない。まあでもその教えるとか束ねるとか、うん、まあ、みんなでこうやっていくっていうことに関しての喜びみたいなものはアンダー23で感じたし、うそうですね。で、二軍監督でも感じたってことで、はい、うん、そうですね。うん、だからやっぱりそんなもんなんだよ。うん、ね。逆にその難しさとかっていう苦労とかはどうですか？うん、まあやっぱりその二軍の監督とかって若い選手の時はやっぱりこう、根気強く教えなきゃいけない
ですよね。やっぱりそれは、うん、なかなか、こう、すぐうまくピャッと乗るわけじゃないですから、うん、そこはやっぱりこう地道に行かなきゃいけないし、でまたコーチは、一軍のコーチとかになると、まあ、教えるというよりも、うん、その、やっぱり、もういかにこう気分よく、その選手に投げてもらうか、体調よく投げてもらうかっていう方の方がやっぱ優先になるので、その辺はこう、ちょっとまた違いますよね。その2軍のピッチングコーチ監督っていうよりも、1軍の、ピッチングコーチとはやっぱりちょっと違いくなっちゃいますね。やっぱり1軍とか2軍でもそうですけど、まあ2軍はちょっと違うんですけど、1軍になると、コーチに教わったってことはもうないですもんね。僕らも。そうですね。うん。まあ、斎藤はその横から投げなさいっていう、大まかな話は監督からいただいたかもしれないけど、でもこういうふうにもうちょっとこうしろ、ああしろとか、うん、細かくこう、肘がこうだとかっていうことはあんまりないよね。そうですね。まあ、それはもう投げてる中で、こう自分たちのまあ感覚というかね。そう。だから自分でこう、使っていかないといけない能力なんですよ。だから本当に、まあ、それに対して、こういう、このピッチングのところで、こういう部分にこういうふうにしてみたらっていうアドバイスはすごくある、うん、もちろんそうですね。意外にピッチングコーチがこうやって、少年野球みたいに、こう、肩こう持ってこうやってやられて、振れとか言うんだことはないですよ。まあ、だからそれは、あってもキャンプとかですよね。うんうん、やっぱりもう、毎日試合、もうシーズン始まったらもう、一軍だったらもう毎日試合ですから、まあ、まず、それよりも、例えば前の日やられたピッチャーには、次の日、いかにこうね、切り替えてやってもらうかっていうような。でも絶対に分けるわけでしょ、うん、もうこいつはすぐ行った方がいいのと、うんうん、ちょっと前にもう、はい、諭すように行った方がいいとか、うん、もうこれはすごい。僕、基本的にはやっぱりやられてすぐ言っても、全く僕は聞いてないと思ってるんですよ。うん、聞いてないですね。うん、だから、まあ、次の日とかになると、ちょっと本人もやっぱり自分が悪かったのを認めたりとかもできるんですよ。やられた後って、なんかこう人のせいにしたりする時もあるわけですよね。うん、あそこでサードを取っててくれればなとかっていうのも、そういう時に言っても、あんまりこう反発な心しかないかったりすることが多いので、まあ、次の日になって、一日で、自分の中でも、ああ、やっぱここが悪かったな、とかって思ってる時に、こう、言って、話をしたりとかね。別で呼び出したりする？そういうのもありましたね。まあ、基本的には、やっぱりみんなの前ではなかなか言えないじゃないですか。うん、だからまあ、呼び出すというか、グラウンドのレベルのみんなちょっとアップしてるときにちょっと近寄っていって昨日こうだったねとかっていう話をしたりとかいうのはそういうのはしてましたね。なんか食ってかかるような選手いない？言えないだろう。いるいるいると言います。いる。食ってかかるっていうか、何ですか？これでもこれゲーム中ですね。ゲーム中、やっぱ田口、うん、あいつはまあいいんですよ。もうだからやっぱりもう熱くなってるわけですよ。うんうん、だから。やっぱり、でも、交代とかがあるわけじゃないですか。うん、だから、もう田口、終わりって言ったら、うん、みたいな感じしたんですよ。うん、だけど、でもその時に怒ってもしょうがないから、うん、田口ご苦労、今日はもうここで終わり、やめとこう、とかって言って、うん、あいつもすっごい、文句言いたそうな顔してましたけど、うんうん、僕ももう黙って、うん、OK、ご苦労さんっていうふうに言って、やっぱり田口ぐらいですね、顔にグッて出したのは。顔に出すと、ヤクルトに生かされるとか。いやいや、そういう、そうだよ。それはもう全然、だってもう、言ったのはもう、僕らちゅうのはより後だから、うん。でもやっぱりそういう選手もやっぱりいた方が。いやいや、でもそれが普通だと、ね、まあ普通というか、そのぐらいじゃないと。みんなそう思ってるもんね。うん、そうですよ。だって昔だって、牧さんとかだって、交代で、って感じだったでしょ、マウンドとかでも。で、なんで変えねえんだよと思う時でも、全然ベンチ出てこないもんね。もう8回ぐらい俺らも結構もうここ変えてもいいだろうと思う時でも出てきてくれないですから。もう俺らもう完投するもんだと思われてるから、あれも辛い時もあるんですよ。まあそうですね。まあそれもありますけど、うん、でも、ね、やっぱり変えられて悔しがらないようじゃやっぱりいけないと思いますしね。面白い、田口、うん。そういうところあるんだ。そう、田口はもうやっぱり、こう、熱くなってますから。うん、でも、まあ、僕はもう逆に頼もしかったですけどね。うん。うん、